秘伝税はドイツ連邦共和国及びアメリカ合衆国のミサイルコルベットである。ソ連で建造された1241型大型ミサイル艇の一隻である。定名はバルト海上のドイツの領土秘伝税島にちなむ。ドイツ民主共和国では、 1980年代に、それまでの205型大型ミサイル艇を置き換える、目的で 1241R、型対艦ミサイルコルベットの導入を実施した。秘伝税は、その2番艇として、ロシア共和国ルイービンスクのビーインペル設計局で建造された。当初は、ドイツ共産党の活動家にちなんだルードルフ、エーゲルホーファーと称し、人民海軍で運用された。 定番号は、当初は772を与えられ、1987年に572に改められた。1990年10月3日に、東西ドイツが再統一されると、ルードルフ・エーゲルホーファーの同系定はことごとく、海軍を除籍された。一方、ルードルフ・エーゲルホーファーは、除籍を免れ、秘伝税と解消の上、ドイツ海軍に在籍した。 定番号も R6166 に改められた。ドイツ海軍では 9241R 型は621型ミサイルコルベットと呼ばれた。しかし、秘伝税の残存は調査のためで、この艇がドイツ海軍で本格運用されることはなかった。秘伝税は1991年4月にはドイツ海軍を除籍され、 同年11月には調査のためアメリカ合衆国へ引き渡された。1996年10月にはアメリカ海軍を除籍され、マサチューセッツ州のフォールリバーにあるバトルシップ工部で博物館船となった。ありがとうございます。